自分たちの音楽が一番だって誇りを持ってる。それは誰にも譲れないものってことでしょ。そういう信念っていうの。それを持って音楽をやってるところは一緒じゃない？譲れないからこそ、つい言い合ってしまうのかもしれませんね。まあ、確かに。そういう人たちの存在って、お互いめっちゃ刺激になると思うんだよね。だから私、この合同練習って結構いいんじゃないかなって思うんだ。うんうん、そうですよね。私もロゼリアの人たちにすっごく刺激を受けました。まあ、刺激にはなったかな。でも、黙ってロゼリアの演奏を聴いているだけじゃいられない。みんな、私たちも一曲やろう。オッケー。ミナトさん、今度は私たちの音しっかりと受け止めてくださいよ。望むところよ。うん、なんか私たちいい関係になれそうな気がする。まあ喧嘩はほどほどにしてほしいけどね。心は相変わらず身のこなしが軽やかだね。まるで蝶のようだ。儚いね。心ちゃん面白い。私にも側転できるかな。おお、その動き、もしかして心さんは忍者ですか？全然収集がつかなくなっちゃって。謝ることじゃないわよ。ハローハッピーワールドの皆さんは元気がいいのね。おや、千里じゃないか。相変わらず麗しいお姫様だね。元気だったかな。え、お二人お知り合いなんですか？まあ一応そうね。私たちの両親に信仰があってね。しかし千里は釣れないね。私たちは同じ表現者、互いの力を発揮してより高め合っていこうじゃないか。私はドラマや映画の映像分野だったし、カオルは舞台だから厳密には同じと言えないんじゃないかしら。カオルさん、遠回しに一緒にするなって言われてるけど絶対気づいてないだろうな。みんな集合だよ。あら、ミッシェルじゃない。やっと来たのね。今日はパステルパレットの人たちにパフォーマンスを教えてもらう日なんだから、失礼のないようにしないとダメだよ。そうね、そのパレットなんとかの人たちの話を聞かないとね。これどういう状況ですか？全然わかんない。ちょっと不思議な状況ではあるけれど、それは一旦置いておくとして。